やっほー。今から眉毛を染めて、あ、間違えた。やっほー。タンプの転生してるフルゾーミックです。すいません、今夜中なんで、小声で喋るんですけど、今から眉毛を染めていこうと思います。すっごい私って立派な眉毛でしょ？そう。眉毛めっちゃ濃いんですね。なんで、今日は、なんと、誰でもできる眉毛の脱色。じゃーん。体の脱色クリームを使って眉毛染めていこう。ということでですね、ちょっと今お風呂、今入ってて、髪の毛トリートメント中なんで、ちょっと頭にタオル巻いてます。何事もね、同時進行でやっていくのが好きなんで、やっていっちゃおうと思って。まずね、中身はね、こういう、これ、こういうやつなんですよ。カップとヘラと、A と B のクリームがあって、A と B を同じぐらいの量で混ぜるだけって感じなんで、ちょっと早速作っていきたいと思います。こんな感じでね、適当に入れていきます。もうなんかもう感覚、マジで感覚って感じ。あ、私ちなみに、あれなんかヘラ私使わないんで、ちょっと洗うのめんどくさいんで、いつも綿棒で混ぜていきまーす。え、頭良くない？ヘアパックしながら眉毛を染めるっていう、素晴らしい技術で、混ぜながら。でね、顔が乾燥しちゃうから、ちょっとオイルだけ顔塗りました。そう。だってさ、洗顔とかも何もしてないからね、スキンケアとかお手入れ。こんな感じかな？まぁ、ちょっと、青白いぐらいで、やっていきたいと思います。染めていきます。時間が勝負なんでね。眉毛の方にはさ、あ、やばい、もう染みる。そう、なんかね、私別に染めたくないんですよ、本当は。眉毛の脱色でも、私眉毛が濃いとなんか顔がケバく見えちゃうんですね。だから、しょうがなく脱色してるって感じ。本当は別に脱色したくない。なんかね、顔が、化粧すると、黄ばく見えちゃうから、ちょっと合わせるために、しゃあなしって感じ。だからすっぴんでいれば全然問題ないんですけど、すっぴんでね、ちょっといるって、なんかメイクしたいじゃん、みたいな。超むずい。やばい、超ヒリヒリする。これが、ナチュラルな、ちょっとブラウンぐらいにしていこうかなと思います。そう、全然さ、すっぴんでいいんだったらすっぴんでいいんだけどさ、やっぱ、まだ化粧とか楽しみたいじゃん、メイクとか。とりあえず、毛を全体的に覆う感じで、やっていきます。片方は完成。次に、さっと、隣に。え、綿棒でやるのが一番いい。使い捨てだし、あと、細い面でできるから、めっちゃいい。やばい、染みる。早く早く、急げ。ちょっと、クリーム作りすぎちゃったな。痛い。え、マジで染みるんだけど。マジで痛いんだけど、これ敏感肌の人やばいだろうな。一応ね、これね、敏感肌用のね、脱色クリームもあるんですよ。紫なんだけど。私はすぐ抜けるから、いつもこっちでやっちゃってるけど、これ敏感肌の人はマジで痛いと思う。超痛い。もうすでに痛い。やばい、めっちゃヒリヒリする。超痛いです。痛い。本当に痛いんですけど、あ、マジ死ぬ。顔が、なんか、ケバくなりたくない人は脱色おすすめかも。なんか、ちょっと垢抜け系の、柔らかい印象になりたい人とか。
顔があんまり濃くなりたくないから脱色してるって感じなんですけど、でもさ、眉毛がさないだけでさ顔めっちゃ明るくなったくないなんでなの。とりあえずこれで様子を見ながら、時間見ながら拭き取っていきたいと思います。さ、抜けてるんでしょうか。あ、結構抜けてない。いいじゃん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 。もうちょっと脱色したいな。え、めっちゃいいよね。程よく茶色い。めっちゃいい感じ。じゃ、もうちょっと置いていきます。マジでヒリヒリしてきた。マジで痛いんですけど。でも、めっちゃいい感じだった。一応、右さっき見せたけど、左もいい感じに染まってて。で、なんか結構ムラに染まっちゃうのね、これって。だから、ちょっと時間とかを調節して、濡れてなさそうなとこを追加して、みたいな感じでやっていくのがおすすめでーす。普通にさ、これさ、なんか、何これ。薬局とかに売ってて、私は今日関薬品で買ったんだけど、あ、関薬品ってあの、埼玉にしかない、ないのかな。まあ、ウイルシアとかにも売ってると思う。どこの薬局にも売ってると思うんだけど。もうそろそろいいかな。明日さ、ちょっと大事な用があるからさ、ちょっと眉毛脱色しようと思って。夜中の今。2時半です。2時半に眉毛染めてんの。大丈夫そう、私。早起きなのに。ほんと信じらんないよね。そろそろちょっともう限界、ちょっと取ります。取ります。マジいい色なんだけど、見て。最高。こんな感じになりました。こんな感じいいよね。いい感じだよね。でね、もうちょっとこっちはね、ちょっと時間差で塗ったんで、ちょっと、え、いい感じいい感じ。ムラないね今回。早く頭も流さないとやばい。垂れてきてる。さあ、こっちも取っていきたいと思います。痛い。じゃあ、オッケー。え、マジいい感じじゃない。マジみんなもやってほしい。顔があんまりちょっと、何のメイクしても、ちょっとギャルっぽくなっちゃうよ、みたいな人は、ギャルっぽくっていうか、ケバくなっちゃう人は、眉毛脱色するのおすすめ。最悪なんだけど。絨毯につけちゃった。最低。絨毯に、マジ許せねえ、私。マジ許せねえ。ちゃんと管理してない、私のせいなんだけど、うん。めっちゃいい感じ。ほら、みんな見て。いいね。よし、ちょっと頭洗ってきまーす。てか、ちょっとお風呂ゆっくり使っていきたいと思います。こんな動画誰が見んでよって感じなんだけど。おはようございます。昨日はね、ちょっと眉毛をちょっと染められた。あれ見えない。眉毛染められたんで、でもね、もうちょっとね、眉毛ね、もうちょっと脱色しとけばよかったなって思いますね。うん、もうとなっちゃう。もうちょっと脱色しとけばよかったな、マジで。うん。また気が向いたら明日でもちょっと脱色していきたいなって思います。とりあえず、もうね、起きないといけないんで。あ、涙出ちゃった。一粒の涙が。起きていきたいと思います。今私は苦したじゃん。あくびつった人いる。みんな頑張ろうね。今日も一日一粒の涙がそれでは皆さん、明日もお仕事ご安全に。全然何にも中身のない会話でごめんなさい。本当に、あ、いってらっしゃい。おやすみじゃないや。いってらっしゃい。